グレコローマンスタイル130キログラム級決勝戦、赤園田新太選手、青津田弘武選手の第1ピリオド、まもなくスタートです。現在マット上ではグレコローマンスタイル 130kg 級の決勝戦が行われています。第1ピリオド2分が経過しました。青津田選手に対してサイドのパッシブ注意がありましたので、園田選手に対してまた1ポイント与えられました。現在2対0で赤園田選手のリードです。グレコローマンスタイル 130kg 級決勝戦第1ピリオドが終了しました。ポイント2対0で赤園田選手リードで折り返しました。赤園田新太選手、アイソック所属22歳、187cm、滋賀県出身です。天皇杯1位、アジア選手権5位の選手です。青津田弘武選手、上島市役所、23歳、181cm、愛媛県出身の選手です。天皇杯130kg級5位、国体2位の選手です。グレコローマンスタイル 130kg級決勝戦、赤園田選手、青津田選手、ポイント2秒からスタートです。赤、園田選手。
阿部選手に対して5回目を打っています。現在マット上ではグレコローマンスタイル130キログラム級の決勝戦が行われています。グレコローマンスタイルでは足を使った攻防ができません。上半身の力強い戦いにご注目いただいています。赤園田選手に対して2回目の注意です。青の須田選手に1ポイントが与えられました。